上空から見た、トバ火山噴火時の創造図、トバカタストローフ理論は、約7万年から7万5千年前に、インドネシアのスマトラ島にある、トバ火山が大噴火を起こして、気候の寒冷化を引き起こし、その後の人類の進化に、大きな影響を与えたという学説である。地質学、個人類学の分野では、火山の噴火とその後の気候変動を指して、トバ事変と呼ぶ。 人類の進化におけるボトルネック効果の例を示す学説として言及されることが多い。この学説は1998年にイリノイ大学のスタンリー・エイチ・アンブローズ教授によって唱えられた。トバ火山の位置。ランドサットの画像。湖中央の島はトバカルデラの中央下高級である。今から7万から7万5千年前、トバ火山が 火山爆発指数でカテゴリー8の大規模な噴火を起こした。この噴火で放出されたエネルギーは t n t 火薬1ギガトン分1980年の千とヘレンズ3の噴火のおよそ3000倍の規模に相当する。この噴火の規模は過去10万年の間で最大であった。噴出物の容量は2000キロ立方メートルを超えたという。 蕎麦片ストローフ理論によれば、大気中に巻き上げられた大量の火山灰が日光を遮断し、地球の気温は平均摂取5度も低下し、劇的な寒冷化はおよそ6000年間続いたとされる。その後も気候は断続的に寒冷化するようになり、地球はビュルム表記へと突入する。この時期まで生存していたホモ族の冒険の種は絶滅した。 トバ事変の後まで生き残ったホモ族はネアンデルタール人と人のみである。現世人類もトバ事変の気候変動によって総人口が1万人にまで激減したという。いくつかの地質学的証拠からトバカタストローフ理論は支持されている。トバ火山噴火による火山灰は東南アジア、南アジアを中心に厚く降り積もった。ベンガル湾を越えたインドパキスタンでは トバ火山由来のものとされる約7万年前の火山灰が2メートルもの総圧で堆積している。グリーンランドの氷床コアの酸素同位体比からはこの時期の急激な気候の寒冷化が推定されている。これは北半球で気候の寒冷化が生じた証拠とされている。一方、南極の氷床コアにはこの気候変動は記録されていない。過労時的残った現世人類も 人口減少によって、ボトルネック効果が生じ、その遺伝的多様性はほぼ失われた。現在、人類の総人口は76億人にも達するが、遺伝学的に見て、現世人類の個体数に比して遺伝的特徴が、均質であるのは、鳥羽事変のボトルネック効果による影響であるという。遺伝子の解析によれば、現世人類は極めて少ない人口から進化したことが、 想定されている。遺伝子変化の平均速度から推定された人口の極小時期は鳥羽事変の時期と一致する。この学説は6万年前に生きていた Y 染色体アダムや14万年前に生きていたミトコンドリアイブを想定した学説とは矛盾しない。また、現世人類の各系統が200万年から6万年の時期に分岐したことを示している。 現世人類の遺伝子の解析結果も、トバカタストローフ理論とは矛盾しない。なぜならば、トバカタスロトフ理論は総人口が、数組の夫婦まで減少したという学説ではなく、そこまで凄まじいボトルネック現象を想定している、わけではないからである。現世人類の遺伝的多様性は、トバ事変によって、現世人類の人口が一度減少したことを示唆する。一方で、 近年の考古学的研究によれば、インドのとある遺跡では、現世人類はほぼ無傷で、飛ば自変前後の年代を生き抜いているという結果も提出されている。また、衣服の起源を飛ば自変に関連づける向きもある。人に寄生する人ジラミは二つの亜種、主に毛髪に寄宿する頭ジラミと、主に衣服に寄宿する衣ジラミに分けられる。近年の遺伝子の研究から、 この2亜種が分化したのは、およそ7万年前であることが分かっている。つまり、およそ7万年前に人が衣服を着るようになり、新しい寄宿環境に応じて、衣ジラミが分化したと解釈される。そこで研究者らは、時期的に一致することから、蕎麦火山の噴火とその後の寒冷化した気候を生き抜くために、人が衣服を着るようになったのではないかと推定している。 近年のヘリコバクターピロリ菌の遺伝子解析によれば、その遺伝子の多様性は、東部アフリカにおいて減少するという。遺伝子距離を用いた解析によると、ヘリコバクターピロリ菌は5万8000年前に、東アフリカから、世界各地へ広がったものと解釈された。この結果は、ヘリコバクターピロリ菌は、その時期から、現世人類の体内に寄生しており、また、 現世人類がアフリカから世界各地へ拡散していったのは少なくとも5万8000年前以降であることと示している。また、アンブローズは、トバ火山噴火後に、再び人類はアフリカから広がったと主張している。現世人類ははじめに、アラビア半島やインド、インド洋図体に、インドネシアやオーストラリアへと移住していった。その後、ビュルム表記の終わり頃までに、 北南米大陸へと広がったとされる。ありがとうございます。